フラスコと呼ばれる実験施設で生まれ育ったアバ。彼女は偶然発見したマフにパラケルスと名付け、自らの夫とした。そして彼女は旅立つ。愛する夫に肉体を与えるために。それが愛の証。血まみれ。君、後ろに連れている女は人間なのか？後ろに人なんて連れてません。手招きをしている。いや、そんなものはいません。気のせいです、断固気のせい。なんなぜ微笑む、のっこもつこい子。いませんから、何もいませんから。ああ今あなたの後ろにいるな。いるのか、やっぱり。難しいと思うぞ、それは。Heaven or Hell! Final! カバルトさん、おのれ、なめ奉行だ。だから死んじゃって。ヘルシー、君のアタッシュ。来たらしい。帰ってきたら、手の上にエロ本が付き合ってさ。マジっすか。どっちも全然ほらんの。マジっすか。そのファウストという医者がすごい人なのか？はい、僕の妙な怪我もそれで治るんじゃないか。とんぼん、おぼん。逃げた。ファウストか。あれか、医者には見えないが。おや、どうしました？聞きたいことがあって。血だらけじゃありませんか！いけません！治療しないと！いや、これは。さあ、そこに横になって！そうじゃ。ああ、もう！一刻を争います。荒っぽいですが、ご勘弁を！検証はいりませんよ。勘弁してください。 Heaven or Hell! Final! Let's rock! ジャしないで。弱いわよ。叩くわよ。ワン。
ワングに風を引け。 You win! これは失礼しました。しかしホムンクルスとは、私も実物を見るのは初めてですよ。それで、あなたの夫ですか？この斧についてですが、医学よりはむしろ科学の領域でしょうね。セップの学者なら何かわかるかもしれません。そっか、すみませんが。ん？セップの人ですね。いかにも。君は？私はアバ。こっちは夫のパラケルス。夫？いかんながら、そういうことになってまして。いかんだなんて、どうしてそんなこと言うの？かなり怪しいな。私と一緒に来てもらおう。いや、あの…陶器！構えろ、キャツは相当の手だれだぞ。Heaven or Hell! Final! Let's rock! そのマフに肉体を与えたいと。はい。肉体など私には不要なのですが。セップの技術局なら何か方法が見つかるかもしれんな。いいだろう、セップに案内しよう。どうした？なんでもない。よし、では行こう。技術局に話を通すまではゆっくりしているといい。今だ。さて、忍び込んだはいいものの、どこを調べりゃ選挙についてわかるんだ。うわっ、なんだお前。人の気配はなかったはず。君は泥棒なのか。は？どこをどう見たら俺が泥棒になるんで。でもここは関係者以外立ち入り禁止だし、君はどう見ても関係者じゃないし。俺は未来の大統領様だ。終始千番、
報復ゼット。泥棒は捕まえないと。なんでそうなるんだよ。なんか大騒ぎになってますけど。私は悪くない、気にしないで大丈夫。あれ、こんなところに人が。こんにちは。こんにちは。君は誰だ？うちですか？うちはブリジットって言います。こんなところで何をしている？講師に招かれてきたんですけど、道に迷っちゃって。講師？はい。昔は賞金稼ぎだったんですけど、ポチョムキンさんが。賞金稼ぎ？はい。どうしよう、私たちを借りに来たんだ。さらわれる、角沸かされる、阻止しないと。即日返金で解約お願いします。 Heaven or Hell Final Let's Rock。 どうしても進んで。はい、回しますよ。お話ししてます。賞金首じゃないのに。おや？まだ誰か来た。これは、まさか拷問？まさかセップでこんな、許されることではありません。さあ、あなた、ここから出なさい。はあ。これは、
荷物ですか？ずいぶん重たそうですね。パラケルスに触るな。え？さては、奪いに来たな。渡さないぞ。人類の遊園をお教えしよう。Heaven or Hell! Final! Let's rock! カーブ！うわぁ！またいつでもお会いします。